SCP-710-JP-J オブジェクトクラス。阿長。SCP-710-JP-J は科学的根拠に基づく財団秘伝の都市武術です。科学的に証明された技と体系的なトレーニング法が確立されており、現在では多くの財団職員が日々訓練を積んでいます。また、現在でも研究が行われており新たな技が開発されています。当初、財団職員の博士が独自に科学的見地から有用な研究をまとめていました。1900年、D クラス30人の脱走が発生した際、博士がたった一人で、SCP-710-JP-J を用いて暴走を鎮圧しました。この功績により SCP-710-JP-J が財団内部で広く知られることになりました。最初は多くの研究員が SCP-710-JP-J に懐疑的でしたが、後に SCP-710-JP-J の術理が科学的に証明され、非科学的性質はないことが認められました。以下は SCP-710-JP-J の技の抜粋です。強振パンチ強振現象を引き起こすことでより硬い物体を破壊する。強振灯を当てて振動させて音波を発し、強振現象で離れた場所にある物体を破壊する。テレポトを当て陽子もつれ現象を用いて離れた場所にある物体を破壊する。爆風キャンセリング制限付きにより発生する衝撃波の波形を爆風と合わせることで、衝撃を相殺する。確率論的回避確率的に軌道を予測することで銃弾を回避する。量子符号特殊な歩き方でトンネル効果を発生させ、壁をすり抜けたり物体を回避したりする。特別収容プロトコル、SCP-710-JP-J を記した巻物は収容ロッカーへ施錠して保管します。A から C クラスのあらゆる職員は門外不出の SCP-710-JP-J を記した巻物のコピーを自由に入手することができます。